ケイスケ、ハイタニさん、こんにちは。格ゲー界の王、梅ちゃんとも親しいケイスケさん。昼の王、ハイタニさんの魅力は何ですか？俺はね、格ゲーの配信者の中で一番バランス能力が高いと思う。まあ、それは、そうかもしれないですね。うん。バランス能力って、ケイスケさんがそのどういう意味でっていうのは、今わかんないですけど。発言にしてもそうだし、うん、喋る内容っていうか、そのネタの引き出しとかもそうだし、で、継続力もそうでしょ？で、飽きっぽいっていうのは初めて知ったけど、その飽きっぽいことによって、一個のゲームに、執着しない、まあそうですね、バランス感っていうか。うん、それはありますね。まあそれはコンプレックスでもあるんですけどね、その継続できる人に比べて、格ゲーって結局最後、継続マラソンになるじゃないですか。うん。だからそこに俺はやっぱりその、絶対途中で離脱しちゃうんですよ。もう無理ってなるんですよ。はいはい、まあ、そこに関してはちょっとまあ、そういう人が羨ましいなって思う時がありますけど、まあその分他のことができてるっていう考えはまあ持ってますね、でも。うん。多分、なんだろう。そのメンタルコントロールというか、常に自分が配信を気持ちよくやれる環境を維持する能力が一番高いと思う、多分。ああ、まあそれ、まあ逆にだこれ、だメンタルがあんま強くないんじゃないですかね、そういう意味では。そうなんかね。そうじゃないと、ってか、俺、めちゃくちゃ苦手なんですよ。続けることが、物事。だから、工夫はやっぱ したいですよね。工夫したいというか、うん、どうにかして続けられへんかな、みたいなことを、やっぱり考えてはいるんで、はいはい、まあ配信はだからさっきそうですね、さっきも言ったけど、いろんなことできるんで、結構楽しんでやらせてもらってますね。多分その方がね、配信適性が高いんだと思うよ。かもしれない。だからまあそういう意味では、運が良かったというか、向いてたんでしょうね、配信に。そう、やっぱ、一個のタイトルにね、縛られちゃう人結構多いからね。まあ、向きになっちゃうとね、特に。やっぱり。まあ、そうです。特に格ゲーマーってやっぱその、続けてなんぼじゃないですか、ゲームを。特に格ゲーって。いかにいかに他のことをしないかで勝負してきてると思うんで、俺もその格ゲー時代そうなんですけど、いかに他のことをさ、例えば、仕事を辞めるとか、まあいろいろあるじゃないですか、ゲーム以外の要素をいかに排除するかで、ゲームのやっぱ勝ち負けって大体決まると思ってるんで、まあそういうやっぱ人が多いんで、結構配信はちょっとそれとは違うかもしれないですね。そうだね。だから俺がね、やっぱ伸びてきてる人っていうかさ、ハイタニとか、はい、ドグラとか、コクとか、あと、まあ、アツメとか、なんか、その辺の、なんか、共通していいなと思えるとか、やっぱ柔軟性だよね。ああ、柔軟性は結構ありますね、俺は。確かに。なんかこう、執着しないっていうか、ダメだったらダメですぐ次行くみたいな。確かに、それはそういう考えはありますね。いや、あと、やってみようっていうのはありますね。とりあえず。前のよくても、このままやってもある程度うまくいきそうやけど、なんか、でもやってみようっていうのは、結構、自分の長所ではとは思ってますね。なんかその、割と苦なくそれができるっていうのはありますね。そうな、伸びるやつってのはやっぱ柔軟性なんかなって思う。なるほど、なるほど。なんか、どうしても、格ゲーでスト5だったらスト5しかやらないとかよりも、やっぱ、いろんなことやってる方がなんか今後はいいんかなって感じするね。まあ、スト5で伸ばせれば一番いいっていうのがやっぱあるでしょうからね、スト5勢から。だって結局その今って俺って完全に勝ち切ったじゃないですか、その、もうその配信者、まあ、配信をとりあえずやろうっていう勝ち切ったけど、基本的にはみんな、どっちもやってるじゃないですか。だその場合ってやっぱそのスト5でね、配信もできたら絶対一番いいから、やっぱそっちをできたら伸ばしたいっていうのは絶対ありますよね。いやでもすごいよね。だからハイタニの立ち位置でスト5のまあプロゲーマーじゃん、はい、もともとそれでそっちに舵切るって相当覚悟いるじゃん。ああまあそうっすね。まあ数の子とかもそうなんだけど、世界チャンピオンクラスまで行ってるのにそれじゃなくて他のゲームとかをやって配信いろいろやろうみたいな。まあ、やっぱそれは将来的に、ね、将来的な想定してってことなの？いや、将来的というか、俺はあれですね、単純に、まあ、どれぐらいやってるから、どれぐらい強いかっていうのは自分の中で分かるじゃないですか。これぐらいの時間割いてるから、自分はこれぐらいのプレイができるっていうのが、まあ、
まあ、分かってたんで、で、その結果これぐらい勝てる。で、これ以上勝とうと思ったらもっとこれぐらい練習しなあかんっていうのが一応自分は分かってたんで、はいはい、で、やっぱその子供ができて、まあ、うちはその周りにね、あの、家族とかもいなかったから、まあ、2人で基本的にはちょっとやっていかなあかんかったんで、で、うん、ちょっとまあ、そっちの方を手伝いたかったんで、まあ、ゲームする、練習する時間が単純に。物理的に練習量は取れないと。そう、取れないんで、で、取れないなりに一応続けていくことはもちろんできたんですけど、うん、まあ、やっぱり、ちょっときついなっていう、その、これ以上、消費されることはないなって思ったんで、あ、まあ、それだったらもう、新しいことやってみようかなみたいな感じでしたね。なるほど。まあ、その、まあ、もともと配信自体は結構、その、なんていうかな、伸びてはいたんで、その、完全に風切る前から、結構見てくれる人が多かったんで、はいはいはい、だこっち伸ばしたら、なこっちの道行ったらどうなるのかなみたいな、その興味もあったんで。まあでもなんかうまくいったよね。そうですね。うん、なんかイメージ的に、ハイタにずっとなんかくすぶってる印象あったから、昔は。ああ、そうっすか。なんか視聴者数的にもあんま伸びないなっていう。あ、ほんまっすか。結構ミルダムになって急に伸びた感は感じるな。うん、ああ、まあやっぱ定期的にやりだしたからですかね、その辺は。うん、うん。それまではなんか空いた時間に。うん、ちょいちょいやりたかったのが、まあ、あの、完全にそっちに舵切って、昼やるようになったからっていうのはあるかもしれないですね。うん、なるほど。うん。ありがとうございます。いいところ見せてもらって、はい。バランス感がいいです。ありがとうございます。すごい。